この番組でも何度かご紹介しているふるさと納税、でもいまいちよくわからないという方も多いのではないでしょうか。そもそもふるさと納税とは、ふるさとチョイスを運営する須永さんにお話を伺いました。ふるさと納税とは2008年にできた制度です。もともとは首都圏に集まりすぎた税金の一部を自分のふるさとやどこの自治体でもいいので還元できないかっていうですね、地域の格差、税制の格差を埋めるためにできた制度です。お金がですね、首都圏から地方に動きまして、そのお金がまたその地方の産品を買い上げることで産業が潤ったりしています。またその産業が潤うことで雇用が生まれたりしまして、いろんな人や物やお金の循環が生まれつつあります。西和賀町でもこの制度をさまざまな面で活用してきました。西和賀町で災害が起きて、土砂崩れにより道が遮断されてしまった時に、ふるさと納税を活用した災害緊急フォームを利用いただきまして、多くの方が西和賀町頑張ってほしいということで寄付が集まりました。それにより道の駅で その販売のですね、出口がなくなってしまったこともあり、キッチンカーを導入して、キッチンカーで外にですね、売ることによってまた収益源になっていったり、ふるさと納税というのはそういった災害時のですね、地域の手助けにもなっているかと思います。そんなふるさと納税について分かりやすく教えてくれるイベントが開催されます。2月26日金曜日に、北上市にあります桜ホールでふるさと納税丸分かりイベント in 北上が、開催されます。私も出演させていただきますし、ここで北上市や西和賀町のいろんな取り組みっていうのも紹介させていただきます。ふるさと納税丸分かりイベント in 北上は2月26日金曜日、北上桜ホールで開催されます。